おめでとうございます。皆さん方も今日の受賞を機会に、さらに自分で見たり触れたりなど体験したことにつきまして、なぜどうしてという不思議だなと思う心を大切に持ち続けていただきたいと願っております。科学技術振興大賞小学校の部、大洗町立大洗小学校殿、おめでとうございます。灌漑地とか、あと東日本大震災で塩害で塩が入ってしまった畑で使えなくなってしまったものとかがあるので、そこでなんか生かせてもらえたらとても嬉しいです。